菅総理大臣は、緊急事態宣言の延長にあたって記者会見を行い、新型コロナワクチンの一般への接種について、一部で来月から開始できるという見通しを表明しました。来月中には予約状況などを踏まえ、高齢者への接種の見通しがついた市,市町村から、基礎疾患がある方々を含めて、広く一般にも、 接種を開始いたしますその上で来月中旬以降1日に100万回の接種体制を構築できるという見通しも示しましたまた夏の東京オリンピック・パラリンピックの開催に強い意欲を表明しました低層大会も実施され万全の感染防止に努めています IOC、IPC、組織委員会、東京都が調整を進め、国としてもしっかりと協力して、国民の命を守ってまいりますますた、観客については、プロ野球の例を示して、参考にしながら対応できると述べ、観客を入れての開催を追求する考えを示しました。